FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために。頑張ろう日本、頑張ろう読谷。皆さんこんにちは。1時になりました。10月27日木曜日、 FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けいたします。お邪魔しました。はーい、パーソナリティの日上美幸と、はい、玉木千春です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。入ってきた入ってきた。そう、もう早く言いたくてうずうずしてるのに、やっぱりごめんなさいね。そうそうそう。もう皆さんね、ラジオ聞いてる皆さん、そしてですね、 FM 読谷の方ではですね、インターネットをですねご覧になってる皆さんにもですね、この1時間たっぷりお伝えしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあそこでですね、私たち FM 読谷復興支援番組、皆さんからのですねメッセージや情報などもお待ちしております。さあそこでメールアドレスです。しっかりですね明記しててください。 FM 数字の786 @ FM 読谷 .co.jp FM 数字の786 @ FM 読谷 .co.jp となっております。また電話の方は、098-958-7860、098-958-7860、ファックスの方は098-958-7861、958-7861までよろしくお願いいたします。はい、みんな786がつくね。そうそうそうなんですよ。78.6、あれね、上手上手。786くんだよね。そう、786くんもですね、よろしくお願いいたします。はい、さあ今日もですね津原さん、はいはい、また皆さんに今日は電話中継なども、そうそうそう、後ほど、ね、もうちょっとね、もうちょっとしてからお送りしましょう。うん、はい、はい、そしてね、様々なイベントもまたね、ありましたね。そうなんですよ、すごいね、もう目白押しだから。本当に情報などをね、お届けしてね、またこの1時間お伝えしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お送りいたします FM タウン復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けしております。さあ千春さん、はい、たくさんのイベントがあったということで、それぞれ行きましょうか。はいはい、どこから、じゃあどこから、いっぱいあったから、いっぱいあったから、うん、先週から、そうだね、先週末、先週から、うん、先週末、週末、うん、週末から、うん、ソベからいきます。ソベ、はい、行きましょう。はい、はいはい、ソベですね、10月22日土曜日にですね、うん、行われておりました東日本大震災ですね復興支援チャリティーということで、届けようスビンチュのチムブクル、はい、たくさんの皆さん来てましたね。すごい来場者数1000名以上でしたよ。すごい、すごくな い, い今もドキドキだった。びっくりしたでしょ。したした。いや、なんかね、ちょっと日が暮れるまで実は心配じゃなかったですか。確かにちょっとあんまり人少ないかな。そうですね、もう5時半、3時から会場だったんですけども、 そ,、ね、その時点ではあんまりね、うん、ちらほらっとだったんですけどもね、日暮れからドド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 ッと、すごい、もうすごかったですよ ね, ね、1000名以上ですもの。まあ、広いからあんまりね、うん、あのなんか鬱陶しくないっていうか、こうざわざわしないじゃないですか。場所がいっぱいあるから、うん、だからあんまりわからないけど、そんなにね、うん、来てくださったんだと思って、本当にありがとうございました。ありがとうございます。募金集計とかしてましたよね。してましたね。あ、みゆきさん報告してたんじゃない。そう、じゃ あれ聞いて鳥肌立ってびっくりしちゃった。すごかったんですよ。なんと皆さん聞いてびっくりしますよ、なんと120万円、ね、
今言っても鳥肌が立つね。あれ途中で120万だったから、そうそう、終わりはもうちょっと上がってるでしょ、ね、きっと、うんうん、わーびっくりして、ってちょっとうちも耳疑ったぐらいでしたよ、あの時、うん、でも、ね、当日だけではないんですけども、うんうん、もうその前の日からね、前日からこのさまざま ね団体の皆さん、 そして企業の皆さん、そしてあの個人でもやってくださったということ で、はい、嬉しいですよ ね本当なんかチュングクルっていうこのタイトルに合っている、うん、ね、あれでした、本当ですよ ね嬉しいな。さあそこでですね、はい、今回この私たちの方でもですね、はい、復興支援番組もですね、うん、含めながらのこのチャリティーコンサート、はい、いろんなアーティストの皆さんも ね、 そうですね、出ていましたからね、すごかった、タイムスにも載ってたよ、うん、あ、見た見た、私も見た、見た、そうそうそう、すごかった、ね、あれもね、なんか良かったんじゃない、うん、なんか良かったよかった、ね、やっぱり、うん、もう、まあ、近所綾乃さん、キロロのね綾乃さんだけではないんだけど、うん、やっぱり、はい、彼女のようにこう全国的に有名な方がアフに会ってくださるっていうことは、うん、もうよりいろんな人が身近に感じると思うんですよね、うん、本当ですよね、うん、それがとってもありがたいことですねでも本当にこうやって、うん、しっかりまたその中継の模様もですね、うん、インターネットを通してですね、遠くの皆さんもですね、うん、楽しんでいただけるように、そうでしたね、はい、お届けしたんですけれども、はい、さあそこでこのチャリティーコンサートでもちろんアーティストの皆さんもですね、東北に歌声を届けようということで、はい、会場とね一体となってたんですけど、はい、その中でジャールさんもですね、はいはい、ステージに立って報告させていただきました、やってましたね、はい、もう話したいことがいっぱいだから、うん、もう時間が申し訳なかったですね、15分だったんですけど ね最初ね、足りないですよね、でもね、うん、20分にもなったんだよ、あの、うんうん、予定でね、でもそれでも足りなかったごめんなさい皆さん、だけど私ね、うん、あのまあ本当ごめんなさいなんですけども、うん、だけど皆さん周りの人に、うん、あれ聞けてよかったってやっぱ言われました、知らないから、そうですよ、やはり何をしていいかわからなかったけど、そうそう、せっかくのねチャリティーコンサートであっても、どういう趣旨でどういうねあれで活動をなさってるっていうのもね、分かっていただく、皆さんに報告するいい、あのね、場でもあったのでね、うん、なんか言われましたよ、はい、こういうことからでできるんですか支援ってって、そっかそっか、みんななんかねとっても大層なことを考えてると思うんだ、うんうん、私いつも思うんだけど、でまたほら知り合いとかいなかったらなおさらのこと、うん、なんかこうよっこいしょじゃない、一個のことやるの、あ、そっか、そうですね、それがなんか身近に感じられるようになりましたって言われただけで、うん、あ、まあよかったかって、ごめんなさいね、うん、皆さんね、そう思いながらね長兵の皆さんごめんなさいですけど、そう思いながらもいましたけども、うん、その中でちょっとチラリと、あの時時間なくてチラリだったのに、うん、あのハマグリハマとの中継のね、はい、中で言ったじゃないですか、冬物そう集めてるって、この先週のですね、うん、番組内でもそう、うん、お話ししたね、まず最初時間もなくてギリギリねそうよだのにそう今日ね集計したんですよね、ジャールさん、そうなんと49着、いやすごい、しかもダンボールじゃん3箱、うん、あ違うよ50だ、だってあのほら何あのこれも使ってくださいって言ったらほら、あそうそうそう、携帯用の、携帯用のね、あ50だ、カバンも入れました、そうそ そうカバンも入れて50、あちょっとジャスト50か50だ、すごい、だって本当にダンボール箱、あ大きいの3箱ですよ、うんうん、それもねみゆきちゃんが踏んでたよね、そうもう踏んでですね、なかなかね私たち2人でねお尻で押さえながらね、そう午前中ね、そう封をしました本当に嬉しかったです ねこの呼びかけた、うん、もう次の日ですよ、うん、すぐ持ってきてましたよ、ああそうなんだ、うラジオを聞いてなんか冬物が足りないって言ったので、もうクリーニングを出して、うん、そのまんまのものをですね、わ持ってきてくださってました、だからね今回やっぱり私もまあ、うん、番組の中では もう確かに言いましたけど、うん、お友達にあげるように家族にあげるようにと思って、うん、綺麗なもので欲しいっていうことを言いましたけど、うん、皆さん本当綺麗なものだった、そうなんですよね、これがちょっとなんかとても嬉しかった、いやあのくださる方当たり前と思ってるかもしれないですけど、うんうん、本当に東北地方で、うん、もうこれは切れないよねっていうものが山になって邪魔になってるって言われるんです、私ね、そういうのも ありましたね、うんうん、もう こんなの切れないのにっていらないもの、ね、最初はね、うんうん、みんな家も何もなくなってずぶ濡れだったりとかしたら何でもいいから欲しかったと思うんですよ、うん、でもやっぱりだんだんこれだけね、うん、もう7ヶ月以上も経って変わってくるじゃないですか、うんうんうん、私ね今回想像してみたの、こうあの
ね、選ぶときに、うん、誰に渡るかわからないし全員の顔わかってるわけじゃもちろんないんですけど、うんうんうん、誰かがこう来ててくれて浜辺を歩いてるとか、うん、あこれで漁業するのかなとかさ、うん、あこれであのお買い物に行くのかなとかねなんか考えて それをこう思い浮かべながら選びました、うん、そしたらおのずとこれはあげた方がいいかなとか、うんうんうん、あこれはちょっとなとかいうことがこうなんていうのかな自分の心の中で思った気がしたのでそういう観点で皆さんも選んでくださったんでしょうよ、うん、今回どうなんですよだって綺麗だったもん全部綺麗でしたよね、うん、嬉しいもう本当に、個人的になるんですけどもうちの母もですね、うん、この番組を聞いてくださってて ありがとうございますお母様やってたねということで、うんうん、もう夜中から、うん、もうタンスの中をお母さんとか思うぐらいねこれ上等具があるっていうことでもう切ると思って撮ってたものがですねちょっと痩せたら着ようかなっていうのねわかるとおばあちゃんになったら着ようかなっていうのがねちょっと痩せたらがとっても分かった今置いてたものを、うんうん、あのもうこれもねもうとってもねもう寒いんだったらもういいじゃないっていうことでうもうすぐお母さん洗濯にまた入り込んでそうだよねいい匂いさせとかないとねっていうことでそうだよねうちも MR いっぱい使ったそうそうそうお母さんも言ってましたいくら入れてもね起きない好きなんですそうだよね。いい匂いだ。そうそうそう。わかる。私もなんか同じようだなと思いながらやったけど、ね、乾いてから自分でね、なんかそうそうそうあのこの匂いに浸ってからさ、うん、あいい香りとか言ってからさ、ね、やってたんだけど。やっぱそうなんですよね。ねでもまたこういう風にですね、この想像しながらね、うん、あこういう人が聞いてくれたらね、多分喜んでまた買い物行ってたり、またあの。お友達と話してる姿などはねそうだよずっと自分のうちにさ着ないでいつ着るか、うん、年に一度着るか着ないかわからないようなのを何年も置くよりも、うんうんうん、今すぐ必要としてくれてる人がいるんだったら、うん、やっぱりそこでねそうなんですよねお洋服も嬉しいはずよ嬉しいですよね、うん、そうそう今回ですねまたうちの父からもですね、うん、あのスーツ一着はいすごい、うん、やっぱスーツありがたいと思うやはりねもうなくなってしまったらこのいろんなねこのちょっとね遠出をしなきゃいけない時ってないじゃないですか、うん、考えたの私もそれねスーツとかそういうのもね、うん、考えた時に、うん、何にもないってどういうことなんだろうって皆さんもぜひこう目をつぶって考えていただきたいんですけど、うんうん、今まで私もあんまり心の余裕もなくてバタバタしてたせいか、うん、そういうふうにこう考える時間はなかったんだけど、うん、でもね考えてみたら、うん、何にもないってどういうことって家がないとかっていうのはなんとなくこう、うんなんていうの旅行に行ってるのと違うけど、うん、なんかそういうこととかほら自分のこう身の回りのものが少ない時間ってあるじゃない、うん、旅行カバン1個しかないとかそうですよね、そうやって分かるけど、うん、それもないんでしょ、うん、お金もない、はい、何にもない着替えもないとかさ、うん、食べるものがないとか、はあ、考えた時になんか初めてこうあげたいものを選べるっていうかなんかピンときたんですよ実を言うとかりますそこでなんか遅いかもしれないけど、うん、初めてこうピンときた感じがして、うん、そうこうやって本当にこの洋服などをですね、うん、やってる時にふと思いますよね、うん、あこうなんかお祝いとかそういう行事があった時、うん、じゃあ何を着るんだろうって、うん、今まで私たち普通のものを送ってたけれどそうあやっぱこうフォーマルなのもとても大切なのかな選べないじゃないそうですよ、ね、今選ぶものがないんだもんないですよねで今まではね仮設に入る前は、うん、本当避難所生活だから、うん、自分の本当に何ですかもう1キロ1キロだ1メートルぐらいのね、うん、その四方のところに何でも置いてあるわけで、うんうん、そこに置けないと今度寝る場所がなくなるわけですよ避難所の中ではそうですね、だからあんまりたくさんは欲しくないって言われたのああなるほど、うん、だけど今仮設に移って、はいうん、そしてまた仮設の壁が薄いので、うん、で電気ストーブはいいけど、うん、あの石油ストーブダメってあの集合住宅燃えるかもしれないさなんか引いてたら、うんうん、でそういうこと言われたらもうやっぱり着るものでやるしかないでしょ、うんそうですね、今までは場所がなかったけど、うん、今は置ける場所があると、はあ そっか、うん、そういうのもまた一つ一つです ねもっともっとまた考えて私たちの方でもまた提供して ね、はい、ね皆さんに声をかけてそうそうそう、はい、また出てくるかもしれませんちょっと毛布とかね、うん、ちょっと気になるものもあるので、うん、また思い出したらというかその、ねはい、皆さんと連絡を取り合いながらご報告させていただきたいと思います、うん、津原さんよろしくお願いしますね、はいはいはい、呼びかけましょうね頑張べ頑張べさあそこでですね今日いただきましたこの冬物の武士なんですけども50着、はいはい、この後ですね午後に島尾総さんがは取りに来てですね ありがたい、はい、皆さんからいただきお預かりいたしました786募金からですね、うん、お届けしたいと思いますので、ま、このように、ね、島運送さんもいろいろ協力してくださってね、はい、ありがとうございます、 ありがとうございます。またブログなどでも報告したいと思います、はい。Thank you.
FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けしております、はい。さあね、先ほどはですね、冬物のですね、武士の件ということで、うん、本当に皆さん多くありがとうございました、はい、ありがとうございました。もう大切に大切に届けます。はい、はい、届けます、ね、はい、お手紙も書いたもん、なんたもん、はい、ね、もう潜り浜の皆さん待っててね、ね、待っててくださいね。まだインターネットつながってないんだよ、あっち。あ、そっか、うん、この間のまた台風15号でダメだったから、ね、だけど、うん、区長のお嬢さんたちがちょっとね、うん、山手というかちょっと聞こえやすいようなところにいるので、はい、最近インターネットつながるようになりましたと言われたから、うん、この間のも見てねって言ったところなので、うん、きっとお知らせしてくださることでしょう。さあ玉木さん、さ、はい、なんといっても今日はですね、なんと電話中継、うんうん、久しぶりですね、そうね、電話中継、ね、はい、うん、今日ご紹介してくださる方はどなたですか。はい、はい、私あ、そっか、自己紹介してもらいたいので、あ、じゃあ早速呼んでみたいと思います。知ってるでしょ、なんて呼びかけたらいいか知ってるでしょ、みゆきちゃん。知ってますよ。はい、どうぞ。こんにちはこんにちは。よかった、笑ってもらって。びっくりしたと思いますよ。通じの打ち合わせなしでこんなことさせるかみたいな。はい、自己紹介お願いします。はい、石垣市在住の八重山東北人会代表しています、水上彩子です。彩子さん、こんにちは。お久しぶりです、私は標準語で言っちゃった。だからよ。ひどい、ね、練習させてるからさ、今日上ゆきちゃんにね。はい、水上さん、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんと水上さんは八重山東北人会代表でいらっしゃるということで、うん、はい、そうですね、これ東北人会ってことは6県、うん、東北6県いらっしゃるということですかね。そうですね、やっぱり東日本大震災の後に、まあ、結成はしたんですけれども、あ、うんうん、はい、やっぱり震災の後それぞれちょっといろいろ心に悩みを抱えていたり、思いをいろいろ強くしている人がいるということを聞いて、うん、まあ、私が呼びかけて、まあ、東部の出身の方集まりませんかというふうに声をかけたところ、まあ、6県それぞれからいらっしゃって、うん、はい、集まって、まあ、活動がそのまま続いてるっていう感じです。あ、何人ぐらいいらっしゃるんですか、皆さんで、会員の方は。そうですね、最初に本当に第1回目に声をかけた時に、うん、45人ぐらい集まって、すごい、そんなにいる、すごいね。そうなんですよ、うん、で、私も友達と15人くらいかななんて話をしてたら、うんうんうん、そんなに集まって、うん、で、あと、その日も、八重山タイムだったら絶対30分ぐらい遅れるはずだけども、うんうんうん、もう時間ぴったりに来るんですよ、皆さんね。すごい。でも長蛇の列になってしまうぐらいで、すごいな。で、その後はメールとかで、私も、いろいろ情報くださいっていう方もいるので、うんうんうん、多分今60人ぐらいには。すごいね。なってると思います。なんでみんな、南の島好きだな、東北人は。もうびっくり、私もびっくりして、こんなに東北の人がいたかと思って。ね、で、これ、八重山っていうことは、もうこれ石垣だけじゃなく、ですか、島はもういろんな島、本当は、うん、島々本当は別に何の、あれもしてないんですけども、うん、やっぱり集まってできるのがやっぱ石垣が中心であるので、やっぱ石垣なんですよ、皆さん。ああ、なるほどね、はい、そうなんですね、すごいですね。でもこれじゃあ 3.11 の後っていうことですけど、どのぐらいから動き始めたんですか、その声かけたりとか。1回目に初めてみんなで会ってのが3月25日、はいはい、うん、でやっぱりそれぞれに、まあ、私もそうですけども、うん、私は宮城県仙台市、はい、玉木さんと一緒なんですよね、うん、そうですね、出身が、はい、で、なんかすごくいろんな思いがあったじゃないですか、震災の後って、うん、そうだね、でいろいろ行動するのもね、周りの人の方が行動が早くて、うん、自分は何できるんだろうって私もすごくもう思い悩んでいたので、うん、まあちょっと2週間ぐらいですか経ってからにはなったんですけども、うんうん、やっぱり東北同士だとね、うん、思いは一緒だったなっていうのが、 その分この2週間の間にみんな何かしたいって気持ちが もっともっとこう深まったというところでは、うん、もうガッと集まってガッと動くっていう、こうなんか瞬発力につながったんじゃないかと思いますけども、どんなですかね。そうですね、みんなやっぱりその時は言ってたのが、何かしたいと思ってたけど何すればいいかわからないっていうのと、うん、そうだよね、うん、はい、で、あとやっぱり自分の
やっぱり友人だったり家族がやっぱ実際に被災していると、はい、他の人のことばっかり他の人のことを考える余裕もやっぱりなかったっていうことで、そうね、だったらこういうきっかけがあってよかったなって言ってくださる人が、なるほどね、多かったです。さあこの活動の中で、うん、みゆきちゃん聞きたくて仕方なくない、これそう今日ですね水上さん、はい、あの玉木千春さんすごいあの綺麗な色の T シャツ着てるんですよ。しかもですねゆいと書かれててですね、これがもう気になって気になってしょうがないんですけれどもでなんかお話を聞いたらなんとこれが、うん、水上さんと関わってるということで、そうそう、そうなんですね、最初にも本当にいろいろ出会いから始まってその T シャツがいろんな縁を結んでるんですよ。それこそゆいなんですけども本当にね不思議だよ ね、 すごいですね。どっから話したらみんなによく伝わるかわからないけど前世から、あ違うかね、このわた私のなんか新聞記事に私が載った時ですよね、うん、その時にそれを見てご連絡くださったんですよね、私に。そうですね、だからあの、ね、同じ仙台だから、うんうんうん、あすごいこんな活動をね、玉木さんすごいやってるんだと思って、いえいえいえ、うん、なんか八重山ではね、あんまりできてないから、どうし、なんか、これっていうか、こんなのすごいなと思って、なんかメールをね、ね、なんかしたのがきっかけでしたね。そこでこの八重山東北人会って書いてあったんで、うん、私がそれを検索していったら、うんうん、この T シャツを見つけたんですよ。あ、いやー、かわいいと思って。かわいい、とってもかわいいですね。ね、そうなんです。デザインはね、すっごく好評 で、うん、で、やっぱりうちの会にいる福島出身のデザイナーがしてくれたんですけども、うん、ちゃんとやっぱ専門の方なんだ。ね、そうなんですよ。うん、で、やっぱり色を決めるときに元気になる色がいいねっていうことで、うんうん、これをイメージカラーにして、なんていうこれ赤じゃないオレンジですよね。オレンジ。でも赤っぽい感じのオレンジ。明るいですよね。そうなんです。みかんより明るいよね。そうなん、ちょっとパッと見は赤っぽいので赤かなと思われるぐらいなんだけど、やっぱオレンジで、うんはい、元気が、うん、まあ一応ビタミンカラーでもあるし、そうそうそう、なんかね、太陽の色っぽくない、こうあのですね、ラジオ聞いてる皆さんはです、ちょっと想像がつかない、オレンジ赤どっち、うん、と思ってると思う、うんうんうん、ネットそうそうインターネットをご覧になってる皆さんはですね、今日は玉木千春さんがですね来てるので、多分色も、デザインもわかるんですけど、ラジオ聞いて、はい、皆さんはこの色がですね本当にあの太陽の色といったね、うん、一番いいと思います、ね、そしてあの、うん、あの外国産のですねオレンジをですね、そうそう、先ほど言ったビタミンカラーの、ね、そうだね、中に入っているので、夕焼けじゃないけどなんかこうもうちょっとこう、うん、煮詰まったオレンジ煮詰まったって、ね、ほらほら何なんか何て言ったらいいの、いい意味さ、こうギュッと濃縮されたみたいなさ、確かにね、うん、濃いからね、そう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 、で、元気になる、このまた胸にですね、うん、このゆいっていうですね、これは何、これ中国文字、うん、まあでも、ね、これ機械はちょっともうデザイナー任せなんであれなんですけど、握手したね、うん、やっぱりあのまあ内地だったらね、うん、今ほとんどが絆っていう言葉をやっぱ多く使ってると思うんですけど、そういう言葉も一応出たんですよね、うん、デザイン考えるときに、うん、でもやっぱりなんか八重山というか沖縄だったらやっぱゆいまるというのはやっぱりね、みんなで助け合いっていうのがあるし、うん、八重山で作るんだったらじゃあゆいという言葉にしようねっていうことで、うんうん、やっぱりそのゆいという言葉を真ん中に入れました、うん、ね、本当にいいよ、もうね、本当 ね、 ね、握手してるね、うん、このデザインもありまして、とっても可愛い、ニコニコマークもある、そうそう、スマイル、ね、ハッピー、もう本当に素敵な言葉ばっかり ね、パワーとかもですね、またピース、またハイビスカスありますね、本当に素敵ですよ、です水上さん、いいでしょう、これ、ね、あの思わぬ反応 の一つがですね、はいはい、あの子供サイズも一応用意してて、うんうん、110とか130とかあるんですけど、はい、イベントに着せると子供がとっても分かりやすいんですよ、うん、どこにいるか迷子にならない、なるほどね、あ、そうか、それがすっごく楽って言って、はい、イベントの時に着せてる人が結構いて、あ、確かにとても目立ちますからね、そうだね、いいいいいい、それはそれは、この色はね、うん、うん、あら、これって今も買えるんですか、うん、言うね、言うと思った、買えますね、うん、まだ買えるの、まだ買える、はい、全然買えるのと、で、うん、実際はですね、今本当あのネット販売でずっとそのオレンジ T シャツだけやってたんですけども、はい、うん、T シャツ販売の T シャツが、青の、T シャツも増えて、それからあとステッカーとハンド、うん、フェイスタオルも作ったんですよ、すごい、はい、バリエーションが豊富 な、ね、
バラエティに飛んでますの。で、あのブログからの方、まだあのあれは通販は T シャツ、オレンジ T シャツしか買えないんですけど、今ちょっとあのリニューアル中というか、あの販売フォームを作っているので、あ、そっか、あ、来週以降だったら多分タオルとかも買えるようになって、うん、でもタオルもすっごい好評なんです。あ、そうなんですね。あ、うん、このこっちの色は、このビタミンカラーの方は今でも買えるようになってるんですか？買えます、買えます。じゃあそれは、はい、インターネットの方で八重山東北人会とか調べたら出てくるかな、うん、すぐね、はい、そうするとそこに上にあの こちらっていうのがあるので。なるほど、はい、ね、これ送料がね、うん、あの1枚80円、2枚で160円って言ってやってくださるので、これ頼みやすい。1枚いくらなんですか？これはですね、2000円ですね、うん、あ、ぜひぜひ、ね、で2000円なんですけども、うん、諸経費引いた本当に、1250円分は全部寄付金というか、うん、現金に回しているので、これ触ってみて、物いいよ、これほら、うん、あ、本当だ、結構パジャマじゃないよ、パジャマじゃないね。そう、 T シャツって危険なんですよね。そうそうそう、パジャマになるのが ね、あ、でもこれしっかりとしてて、うんうん、あ、ジーンズととっても可愛いです ね、いいよね、色もいいし。このようにですね、活動なさってるんですけども、うん、さあ水上さん、30分のですね、ちょっと CM を挟みましてですね、またさまざまな活動などをですねお伺いしたいと思いますので、はい、はい、お電話の方そのままでもよろしいでしょうか？はい、はい、少しお待ちくださいね、はい、お待ちくださいね、はい、はい、じゃあそれではですね、インターネットをご覧になっている皆さん、ラジオを聞いている皆さん、それでは一旦コマーシャルを挟みます。FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けしております、はい、さあ先ほどからですね、うん、今日はなんと石垣市のですね水上彩子さん、はい、そうよ、海を越えてつながってますよ、はい、もしもしいるいるいるいたいたいなくなったかねと思っちゃったちょっと待ってるさ、あ、そうか、あまり静かだから心配になるよねあら、彩子さんこれね、今、まあ、うん、チャリティー あのこの T シャツの話しましたけど、はい、でその他にもいつもほらインターネットにいろんな情報を上げてくださってるじゃないですか、はいはい、これ、ま、なんか珍しいと思うんですよ、普通はさ、うん、なんていうかな、こう
沖縄の新聞のことだけを載せたりとかいうことが多いと思うんだけど、うん、ね、八重山東北人会の場合には東北地方のあるいはもう全国紙のいろいろなその東北に関する情報をアップしてくださってると。そうです ね、 ね、 ですね。なんかやっぱりね、ふるさとのことがすごい気になるっていうのもあるし、うんうん、確かにもう情報ってたくさん溢れてるんだけれども、うんうん、正直あとは沖縄のやっぱ新聞も、まあ、書いてないわけではないんですけれど、うんうん、あの情報はだんだん少なくなっていきますよ ね、 うね、うんうん、もう 見なくなるとなんか震災がもうなんかもう復興してんじゃないのっていう感じに思われるので、うんうん、なるほど、やっぱり毎日一つでもね、あ、できれ、うん、できれば毎日一つでも、その、うん、復興に関するなんかニュースを書いていった方がいいかなという思い で、うん、でやっぱり私たちがここで活動している意味の一つに、うん、まだまだその長いこと震災の復興にはかかるよっていうのをみんなに忘れてほしくないなという思いがあるもんですから、はい、だからイベントごとにこの T シャツ販売をしていたりするんですね、うん、でまあもう結構知られてるので、うんうん、またあいつらやってるっていう感じには多分思ってる人は い、 いると思うんですけど、いいよ、それはいいことだよ、うん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 、だけどやっぱりいや、そっか、東北人会っていうのはやっぱりね、うん、思ってもらいたいので、うんうんうん、ちょっと、このもう少なくともてかね、ここ1年はもうしつこくやろうかなと。そうだよね、うん、いや、私この、ネットでね、うん、情報を上げてくださるのを楽しみにしてるんですよ。やっぱり、ありがとうございます。本当に本当に大事な情報で、とってもね、うん、ああそうなんだ、河北新報の宮城県のね、うん、新聞なんか私も読む機会があるんですけど、うん、それ以外の地域のっていうと、うん、なかなか、あともう一つは八重山の新聞を読む機会がないですね。なの で、 そ、 で、ね、その八重山の情報がね、うん、載ってるっていうことでも、ああみんな頑張ってるんだなとか思いながら見てたんですが、うん、あ、 ありがとうございます、うん、本当に。 その中で見つけちゃった。見つけちゃった、ね、はい、今日みゆきさん、私たちほら話したでしょ、ハマグリ浜に送るよって冬物。そう、今日です ね、 ね、午後ですね、冬物のね、服をですね、そう送るって言ったんですけど、なんとここも早いですね。すごいよね、え、あ、2000枚、2000枚って、それぐらい集まった。もう送ったんですかね、これね。そうですね、で、これがですね、はい、石垣在住で、うん、まあ、もともと石垣に住んでて宮城県に帰った人とつながりのあるこっちの、はい、私の友達が、うん、そのボランティアとつながっていて情報を得たんですね。冬服がないんだっていうことで、はい、場所は、はい、石巻の、はいはい、宮城県石巻市の、うん、私たちは綿の葉地区というところ、ね、大変な地区だもの綿の葉ね。ちょっと復興がもう最初から遅れ気味になってしまったところですよね、あそこは。そうなんですよ、で、ね、やっぱり避難所もあったんですけど、うん、避難所やっぱ窮屈 で、うん、で、家がちょっと傾いているけど自分家の2階が住めるんだったら一分家がいいと言って住んでる人だったりがいるんですよ。で、そうすると支援が来ないんですよ ね、 よね、自分のところに住んでると、うん、なので、うん、そこに冬服が圧倒的に少なくて、そうでしょ、みんなもう、はい、寒い思いしてるということで、このハマグリ浜という私たちがね、この、うん、FM 読みたんで、うん、協力してやっている支援している先も結局30人ぐらいの集落なんですよ。うん、そうするとね、これはどういうことかっていうと、その石巻市全体、綿の葉も全部含めてもう被害世帯の数は6万件以上、人口にして16万人、うん、死者行方不明者4000人なんですね。うん、その中で30人とか、うん、まあ、あとはその綿の葉だって一つの部落だけって言ったら本当にちっちゃい話に聞こえるらしいわけ。なるほどね。普段はね、一人死んだって、いやもうこの亡くなった命のことについてもう重く捉えるわけですよ、みんな。でもこの今回のね、震災のことではもうそれどころじゃないっていうのはあるんでしょうけど、やっぱりなかなかね、手が届かない地域があるということを、ね、皆さん、石垣の皆さんもこうやって察知されて、ね、いち早く動かれてるんですね。そうですね。で、夏のその最初震災後の時もそうでしたけど、うん、送るだけ送って、あとは使われないとか、はい、もうこれは着られ、古着着たくないって言われたからとか、ね、山積みになって残ってる服って結構テレビでもやられましたよね。あった、はいはい。で、はい、そういう思いがあるので、なんかその、きちんと手に渡るんだったらという話もしていて、で、今回はちゃんとボランティアさんが本当に困ってる人だけ、
の人数を数えて、で、集めてほしいという声がかかったので、じゃあだったらということで、私たちも、本当自治体はでも送料とかすっごいかかるんですよ。そうなのよね。沖縄からこれがね、ネックですね。はい。そうなんです。だけど、今回送料も皆さんに募金お願いしたら、もう心よく募金ま、入れてくれて。すごい。本当にもう。石垣でこんなに冬服持ってるもんかとね、やっぱり沖縄、沖縄本島ね、この本島から石垣に行っても石垣あったかいから、うん、こっちから移った人だってもきっといらなくなる服があるよね。そうね、うん、そのぐらいだからね。あ、多分でもね、東北の冬と違って多分何回かしか着てないっていうのとかも多いと思うんですよね。あとは内地に行った時にたまたま買ったコートだけど捨てられなくてというのが、うん、あったりするんだけれども、はい、もう全くそういうのをなんか心よく持ってきてくださって本当に嬉しかったです ね、素晴らしいですね。もう、そうですね。でもこれってだからその会員数を超えてるじゃないですか。会員数はだって60人なんだから、そこからのこの、ね、だからまあ、ね、はい、もう会員というよりも本当市民ですね。会員もまあ出しましたけど、ね、市民が本当に集めてくださったので、はい、輪が広がってるというのがね、本当によくわかりますよね。ありがたいです、ね、私たちもこう追随したいね、うん、そうですね本当に本当にだって素晴らしいこう先輩方がいるって感じ。そう、本当に、ね、こういうものはしっかりとですね、そう、私たちの方でもまたユミタンソンからもね、うん、お送りしたいなと思います ね。もうこれも民間の皆さんの動きということで私ご紹介しましたけど、そうそう、ね、うん、もう一つね、私さっきちょっと自分のことじゃないのに自慢げにみゆきさんに話してしまった自分がやってるんじゃないのに、何ですか、八重山ハザードマップ作りでした。これすごいなと思って、この話をちょっと聞かせていただけます、うん、どんな経緯なのか、どういう人たちがやってるのか知りたいなと思うんですけど、うん、私も知りたいですね、はい、水上さんお願いします。はい、ハザードマップはですね、最初私も声をかかった時にはインターネットの、まあウェブ制作なんかをしている会社からこういうのをちょっと作ってみたんですけど、はいはい、っていう声がかかったんですけども、うん、やっぱりなんとなくまだそのピントは来てなかったんですけども、うんうん、どうやらその人がいろいろ声をかけたところ、いろいろ消防だったり医者だったり看護師だったりという人だんだん集まってきて、意見を出し合ってるうちにだんだんなんかいいものにっていうか形になってきたんですよね、うんうん、でそのウェブの制作してる人はやっぱり3月11日の時にみんな立ち上がった、すごくたくさんサイトが立ち上がりましたよね、うん、はいはい、うん、はい、情報共有のために、はい、でその情報を見てる中で、じゃあ自分の住んでるとこはどこだろうというふうに見てみたら、実際八重山にはその防災関係の情報がまとまってなかったと、うん、じゃあ私たちのところで災害があったらどうするんだろうって考えて、うん、そのやっぱり危機感をやっぱり同じ思いを持っていた人たちがどん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 集まってきて、ハザードマップ研究会っていうのを作ったんですね、結局研究会、はい、うん、はい、で最初は本当に小さ なんかお家でお話ししてるだけだったんですけども、うん、もう他にもウェブ制作できる人がもっと集まってきたり、うんうん、はい、あとそうですね、実際災害ボランティアで宮城県の方にも行った看護師なんかも、アドバイスしてくださったり で、うん、はい、でハザードマップをじゃあこういうものでいいんじゃないかと言って第1弾でこの間、23日でしたから、はい、1回地域説明会をして、うん、初めて住民の皆さんに、うん、はい、お披露目を一回しました。いや、すごい、これ本当にすごい。この皆さん民間のって、まあ、もちろんその看護師さんとかお医者さんとかいろいろ公的に動かれた、ね、ボランティア活動されている方々もいらっしゃるでしょうけど、はい、もう基本個人の気持ちをこう募っていってできたものだわけですよね。そうですね、もうみんなもうボランティアだし、うん、ただ本当に情報が必要だと思うし、東北以外にやっぱ八重山、まあ、沖縄本島もそうですけど、うん、災害があったら孤立してしまうわけですよね、はい、多分そう、ね、だからそういう時に自分たちで守る術っていうのを知っておいた方がいいんじゃないかという思いもあったので、うん、やっぱり自分で身を守るとか、うん、そういうのを考えてもらおうという、まあ、呼びかけもあって、
防災と、ね、それからあれですね、面白いというか、あのちょっといいのは、はい、例えばあの海の事故が、ね、やっぱりあったりするので、そういう海の情報だったり、そう、まあこう面白い、はい、面白いって私も面白いって言っちゃったねえ、びっくり、なんか鬼人でとか書いてあったからね、マブヤと思って、なんか違ってハブクラゲとかって書いてあるからね、マブヤの話ねと思うぐらいね、だから防災だけじゃなくて、やっぱそういうのを全部一目で見れば、観光客の人も、あ、ここの海のところ危ないんだとか、だ例えば八重山のじゃあ珊瑚の状態って悪くなってんのかなとか、なんか情報が一つに見れるようだったらいいねということで、はい、素晴らしい、ね、これからですけどね、いろいろ作っていくのはね、いやでもまず出だしが難しいところですよ、これって。そうですよね、それをこうね、もうそのなんていう、一人二人で始めるんじゃなく、みんなの意見で始めたっていうところが素晴らしいと思うし、やっぱり私、きっとまあ綾子さんも同じく思ってらっしゃるかもしれないですけど、私もね、あの友達を亡くしたりとかしていると、その亡くなった命をね、またこう沖縄で同じようなこう災害があった時に亡くしたくないわけです。同じように自分の友達を亡くしたくない、誰も失いたくないので、だからこそもっとこう自分たちの住む場所の防災について考えるべきじゃないかなって常日頃思ってるとこなんですよ、いや本当なんですよね、でもやっぱりね、災害の被災地を見てる人と見てない人の感覚ってすごく違うんですけれども、やっぱり見てる人間としてはもうただごとじゃないっていうか、もうこんなことになるんだっていう思いがあるので、やっぱり人ごととは思ってはいられないですよね、どうしても。そうね、本当ですよね。まあ、そのハザードマップも、まあ、投稿していただいて、いろんな情報で作っていくので、まあ、行政がやってるわけではないんですが、まあ、民間の力で、はい。そこが素晴らしい。本当ですよね。頑張らなきゃ。私たちも読谷村もっと頑張らなきゃね。そう、20メートルの津波来たら私たちほとんどの場所ないんだよ。ないですよね。読谷村もこのようにですね、もう民間でもこの八重山の方ではハザードマップ研究会もね、立ち上がって作ってるということで、私たちももっともっとですね、読谷村で頑張りたいと思いますので、はい、もっともっとですね、はい、あと水上さん、今日は本当にありがとうございました。またいろいろ教えてくださいね。また情報よろしくお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあこの時間ですね、電話中継いたしましたのは八重山東北人会代表であります水上綾子さんでした。FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷。
お届けしております、はい、さあ先ほどはですね今日は石垣市のですね、うん、八重山東北人会代表であります水上彩子さんと電話中継を結びました、ね、みんな頑張ってるね、どこでも頑張ってる本当、ね、ほんと最後ねちょっと本当に聞き入っちゃってしまってね、そうそうそう時間危なかった危なかっただからね、 だからねでも、うん、ハザードマップ大事だからさまたちょっと考えよう、ね、また、ね、またねこの番組を通して、千原さんもずっと言ってるんですけども読谷村でできる防災訓練これもですねしっかりとですねまたテーマに一つ挙げてですね今後また取り組んで、はい、またですね皆さんに情報そして一緒にやっていきたいなとそう皆さんの意見もいただきたいです、うんもうねはい、本当にいいのこのままでダメです明日津波が来たら今来たらってなんかちょっと怖くなるよそうでも本当に、うん、来ない来ない大丈夫っては言えないですからね私50センチって聞いてて20メートル来てますからこれをもう一度ね、うん水上さんも言っておりましたもう本当に、情報などがもう薄くなっております、ね、テレビまたですね新聞などの掲載も本当にもう、うん、もうわずかとなっているんですけどもそれを私たちね、うん、もう本当にこの番組を通してまたねこの1週間に1回でもいいまたこのね1時間でも皆さんにこういうことがあったんだ、うん、自分たちの問題として捉えていただけるように、うんお伝えしていきたいですね私たちも ね皆さんも一緒に考えていきたいと思いますので、はい、いろんな情報お待ちしておりますお待ちしてます、はいはい、さあそこで、はいはい、最終コーナーになりました、うん、ジャルさん楽しく参加するっていうのも必要だよ必要ですよね、はいはい、この前のですねこの遊べ、のね、うん、チームごくるということで、うん、イベントがありましたね それと同じように、はいはい、なんと今週末またまたある、今週末あこの週末次の11月3日文化の日、うん、また休みがありますよね、うんうんうんはい、さあその時にもですね、うん、あの各地ではいろんなこのチャリティーコンサートなどもですね行われるんですけども、うん今日まず早速皆さんにお伝えしますのが、はいはい、私、日上由紀がですね朝の情報番組を担当しておりまして、うん、今日ですね8時30分に来ておりました、はい、今回ですねこの第5回おもろ祭りはい、であるんですよおもろ祭りはおもろ町、うん、そう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 しかもですね場所がですねあの弓田さんの人はなかなか多分乗る機会ないと思うんですけど、うん、あのモノレール、ね、のおもろ町駅ってやりますよね、はいはいはい、あるあるそこを降りますと、うん、その前にですね噴水広場があるんですけど、はいはいはい、そこで行われるようですよあなるほど、うんはい、さあこのですね第5回のおもろ祭りなんですけど、はい、さあ今回のテーマが被災地へ笑顔と元気を届けようということで開催するそうです。さあその中でもですね、うん、東北物産展お出た出た出たでしょ、うん、すごくな、はい、すごいね、うん、玉木さんあの観音堂ではそうそう木名でやった時、うん、宮城県のものが中心、まあ、他にもありましたけど中心が宮城、うんうん岩手、うん、あとは山形のものもありましたね。そうですね。山形はほらあの被災者を受け入れてくれてるからバックアップしたいと思ってね。なるほどね。あれだったんだけど、うん、そして、ソベは何でしたっけ、ソベは福島。そうそう福島、うん、お酒などね。そう日本酒売ってね。美味しそうだったねあれね。買いました、うん、後でと思ってキノコだけ先買ったキノコ ね、 そう福島ねもうなかったけど ねなかったねそうなかった時はね、うん、でこうやってねいろんなところでこの物産、うん、東北の物産展、はい、今回ですねこのおもろ祭りではですね、はいはい、どこの、はい、岩手県を中心に何出るんだろうなんとですね、湯べしとかも売るそうですよあとこの美味しそう美味しいよな、湯べしねこの湯べしをはじめですね、うん、このまた漬物などもです ね、 いいね多く販売するということなのでぜひこのまたねお弁当の隅っこにピュッてねピュッてねいいですねぜひですねこの東北の名物をですねまた多数取り揃えるそうなので、うん、ぜひご購入いたしまして、うん、その売り上げの一部がですね、はい、東北のですね復興支援または被災者のですねあのまた避難者の支援のために寄付金として使われます、うん、ということもねお話ししておりましたこういうさなんていうのこう、うんちょっと買って美味しいものでね、うんうん、自分の気持ちも満たされてからさ、うんうん、お腹も満たされてなおかつとってもいいんじゃないですかねこれはいいでしょうどうですかとてもいいと思います、ね、で今回このおもろ祭りのですね、うん、司会を担当いたします、はいはい、あざま、はるなさんっていうね可愛、はい、い女性の方なんですけどもね、うん、今回しかもこの司会が初めてということで司会業がねそれ朝に来てくださったのでその方そうです、はい、そうなんだ、ね、このおもろ祭りのね、うん、あの宣伝もしておりましたね弓谷村がちょっと遠いんですけれども、ねよくわざわざ来てくださったじゃないですか。そうなんですよ。いい情報でしょ、そんな朝早くにね何時に出たんだろうかとかでなんか余計な心配違うこと心配になるけど早かったよ、はい、ほんだって8時にはもう来てましたからああそうなんだ、ね
ね、せっかくこう、ね、足を運んで読谷の、ね、皆さんにもこういうことをしますよっていう ね来てくださったので、しっかり午後のですね復興支援でも、はい、お伝えしましょうということで、ね、皆様にお伝えしました。こちら11月3日木曜日、はい、祝日ですね、うん、第5回おもろ祭り被災地へ笑顔と元気を届けよう、こちら時間は午前11時から夕方6時まで、うん、場所はですねユイレールおもろ町駅前の噴水広場の方で行うということで、 ありますね噴水広場ね、結構広いとこよね、そう祝日なので、うん、ご家族で足運んでいただきたいなと思います。皆さんのご協力よろしくお願いします。行きたい、はい、ジャロさんもありますよね、イベントいっぱいあるのよ、うんうん、ちょっと時間足りなくない、また駆け込みでいきましょうか、早口になるかもしれないけど大丈夫かね、皆さん聞いてね、はい、よろしくお願いしますまずあの11月25日に、うん、私あの前から何回かちょっとチラリチラリと話したけど、うん、あの琉球舞踊の、ね、先生方、それから歌三線の先生方を沖縄からお連れして、うん、仙台で講演会してきます、はい、うん、でそれはお宿まり流八重の会、これは踊りの方々ですね、はい、それから野村流の音楽協会の、うん、もう皆さん師範の方々、とってもあのもうみんなコンクールで賞を取られてる方々ばっかりして、うん、だけど、うん、皆さん自分たちで何かしたいっていう気持ちで行ってくださるんですよ、うん、仙台市内の、うん、さほど被災の具合が大変じゃなかったところで、うん、それをやります。そしてそこではお金をいただきます、はい、まあ、安いですけど1500円でね、うん、安いんですけどそうお金をいただいて、それをもっと大変な被災地、先ほどから言ってるような浜栗浜だとか、うん、綿の葉だとか、うん、あるいはこれからもっと福島とかいろんなところを考えるべきだと思いますけども、うん、そういったところにあのお送りできるように活用していくという、うん、でこのね壮行会があるんです、壮行公演っていうの、はい、いつですか、あの送りましょうと、うん、11月に、12日12日、はい、うんうん、午後6時から、うん、女村ふれあい体験センター、女小学校の後ろ側です。ああはいはいはい、はい、あそこで、なるほど、はい、もうあのこれはね、うん、1000円とかだったよ、とっても安くて、うん、じゃあぜひ参加してね、だから直接あちらに行って支援ができなくてもここでお金をまた払っていただいてっていうね、支援も、そしてまた気持ちも良くなって、なんだったら一緒に踊っていただいて、わあ素晴らしい、ね、そういうのもいいんじゃない、いいです ね、うん、いやもう一つよ、もう一つ、はいはい、お願いします。12月ちょっと先の話っていう感じだけど、でもこれはもうずっと皆さんに告知していきましょうね、そうだね、はい、12月の20日出発、うん、何が出発かというと、はい、震災復興、どこに行くの、震災復興支援企画で、うん、東北応援ツアーを組みます。すごい、パチ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 、4日間、4日間って長いようだけど、もうね、うん、これびっちりよ、もう毎日もうずっと動いてるから。これ誰が企画したのちょっと何、ね、これ FM 読みたんが企画って書いてるじゃないの、いやだもうでも作ってるのは玉木さんでしょそう、私お連れしますわ、あすごい、皆さんのこと一緒に行きましょう、はい、うんうん、これタイトルね、はい、こっからだべ東北って書いてあるんですよ。なるほど、うん、ちょっと巻き舌だったけど今からだよって、はい、今からだよ東北、ぜひ皆さん一緒に、ね、はい、ね、詳しいことは、はい、まあ、FM 読谷でもいいですし、うん、あとあの読谷村のスカイ観光サービスさんにもお手伝いいただいてますから、はい、スカイ観光にもね、そちらにご連絡いただくのもいいですかね、うん、電話番号は098-958-1193、はい、958-1193です、よろしくお願いします。さあまた詳しくはですね、うん、また、これは随時ですね、東北応援ツアー4日間ということで、玉木津春さんと行けますので、ぜひ皆さんですね、あのよろしくお願いいたします、はいはい、今日もたっぷりお伝えいたしました、はいはい、FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けいたしました。皆さんまた来週。